やあ、ジョディ。なんで？また会えたね。いやいや、さっきまで会議してたやん。会議抜け出したことに激怒もしかして。全く厄介な状況だ、わかるね。どういうこと、どういうこと。行かせることも、殺すこともできない。君の行動は予測不能だ。ああ。え、ちょっと待って、状況がつかめない。正直、解決法は一つだけだ。何？エロいことするの。君の体に薬物を注射する。わあ、もうエロいことじゃん。そうすれば君はこの先永遠に眠る。え？君のお母さんと同じようにね。うわ、こいつ黒幕なのか。簡単かつエレガントに終止符を打つわけだ。なんでこんな状況になった。あ、それで再び CIA から。さよなら、ジョーディ。プロローグに繋がっていく。君の協力に我々は本当に感謝してる。エイデン、やっちゃえ。どういう状況、どういう状況。なんか被せられてる、これ今。ジョディ、ちょっとびっくりした。君のおかげで私は事実に目を向けられた。お前の言うこと信じられないんだよね。助けて姉さん。無理だよね、助けないね、こいつ多分ね。私は太古からの夢を叶える。もう誰も死ぬことはない。ほらやっぱり。もう二度と引き離されることはないんだよ。一体何を言ってるの。抑制フィールドだ。私がこれから停止する。インフラワールドが我らの次元に広がり、はい、生と死が一つになるんだよ。あ、そういう意味で死ぬという概念をなくすってことに。生き続けるじゃなくて死という概念がなくなる。魂だけじゃない、死そのもの。私は死に勝ったジョニー。何一つ心配することはないんだよ。私を信じろ。いや、もう今更無理でしょう。あんな、何もだってお前がこうしたんだぜ。心配することはない。いやー、やっぱり研究者ってこういうオチになっていくんだよね。おお、おお、なかなかこれはオツなもんですな。さて、壊しとく。だいたいこいつらさ、エイデンがいること忘れすぎない？力が弱すぎる。力が弱すぎる。他の方法は？裏から回って、あ、ちょっと。助けよう。助けよう。あ、そういうことね。あれ、ちょっと。急いで。勝手に動いてってるんだけど。お？コールを呼ぶってこと？コールする。なんかすごい勝手にね、動いてんだ今。他のチームメイトは？あ、いたいた。ヴィンスとニック。有給中だよ。南国のビーチにでも行ってるんじゃないか。ラッキーな奴らな。いいね、ニックと、なんて言った？会話終わり？もう一回。ああ、メールを何通か出すの忘れてた。ボトルを開ける前に終わらせてもいいかい？ああ、もちろんもちろん。どうぞ。そうや。これなんていうの？皆さんわかる？パパス。いや、わかんねえな。日本語じゃなかった。なるほど。あ、これをやって。だね。じゃあ、ちょっと待ってみる。あ、これを壊すのは忍びねえな。どれ行こっか。何見てんの？エッチなやつ？ほう。ほう、ショッピング。ああ、なるほど。まだジョディに未練があるんだね。ジョディに未練があるから、まだ。何を送ろうか考えてるってことだね。意識が。あ、やばいやばいやばい。じゃあちょっとこれを。ごめんね。プレゼントいらないから。し始めてる。なんだ。これでなんとかならない。無理か。じゃあちょっとパソコン、ごめんよ。よしよしよし。気づいた？コール気づいた？お、気づいて。じゃあちょっと電話鳴らそう。電話をプル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 。はい。コールです。もしもし。私。もしもし。今、
あなたの真下にいるの。じゃあちょっとこれを壊すしかないんだ。さっきから怪奇現象がいっぱい起こるけど、なんでエイデンのことだっていうのを気づいてくれないんだ。何か起こってるって気づけよ。気づこうぜ。意識が麻痺し始めてる。やばいよね。急げ。ここに霊体がいるのか。そんな、まさか。抑制フィールドに閉じ込められている。抑制フィールドってなんかそんな普通にある言葉なのね。エイデン。あ、どうもエイデンです。君か、エイデン。そうです。笑えないいたずらだぞ。いや、なんでエイデンがここに。ジョディなしで。そうです、ジョディから抜け出して。君ならサインをくれ。サイン了解。俺、どうした、エイデン。ジョディは。ジョディはね、ちょっとね、大変なことになってます。エッチなことされてます。ジョディのところへ連れてってくれ。ってことは、ジョディのところへってことは、これで、どうしたらいいかな。よし、ついて次は。とりあえずこっちだ。よう分かんな。あ、椅子の刺す方向で行ってんのか。で、こっちで。あっちだ。で、続いて、こっちで。オッケー、分かった。で、これです。こっちこっち。何か動いた。こっち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 。二人とも勘いいね。鋭い鋭い。オッケー。よし、次は。次はね、こっちまで来れる？あれ、ちょっと待って。来てる？あ、来てるね。遅っ。早く早く。で、これをピーンと。早すぎたらあれかな。どう？あ、エレベーターに乗れってことなのか。そういうこと、そういうこと。で、下へ参ります。あ、ごめんなさい。ちょっと様子見して。ここにあれか、人がいるからバレないようにしなきゃいけないんだね。とりあえずこいつを、ああなるほどね。なんかすごいぐる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 。さ、ガード。大丈夫、任せとけ。おお、どうしました？いや、ウォルフリーム、レベル3の許可が下りてる。彼も一緒だ。すみません、フリーマンさん、このレベルの許可リストには載っていないようですが。あ、マジですか。そんなはずはないんだけどな。特別に通してくれないか。実は彼を。すみません、このエリアはレベル4の機密エリアです。あなたには許可が下りてません。なるほどね。じゃあ乗っ取って死んぜましょう。通れるようにしてくれ、エイデン。了解。そういうの大好き。あ、珍しいな。プル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 ライン。こちらデスク42。もしもし。もしもし。そういうことか。コールの名前を入れたってことか。で、これで、OK にしたから、やったぞ。いけるようになったってことね。じゃあ改めて。見落としたんじゃないか。もう一度見てくれ。コール・フリーマンとライアン・クレイトンだ。よう、すごいな。いつの間にエイデンタイピングする力を覚えたんや。あれ、リストに名前がありましたね。すみませんって。ああ、すみません、確かに乗ってました。申し訳ない。いいんだ、そういうことあるよね。やっぱ夜だもんね。見落とすことなんかあるよ。うん、気にしちゃダメだ。急げ、エイデン。ジョディのところへ。おい。さて、あれ、ちょっと待って。ライフラインが消えてる。大丈夫かな。こっちですよ。こっちだ。ちょなんか時々ね、急に頭グワッて、ちょっと待って、2人めっちゃ速くない？行くの。自分が自分でどこに行ったのかっていうのが覚えてないんだよね。いけない。これ破壊しちゃうの？大丈夫。おい！そういうことか。でもここなんだけど、ここへの入り方がわかんないから、こっちをまぐるっと回って。はい、近。あそこだ！あったあった、ここだね。ついに来た。
さあ、二人ともついておいでよ。バシ。来たよ。なんとも恍惚の表情を浮かべてるね。エクスタシー。来た。待て。ここなのか。ここです。あ、ちょっと待って。俺早すぎた。ああ、よかった。間に合った。ジョディ。力になるって言っただろ。こういう時って聞かせる。姉さんが抑制フィールドを止めようとしてる。何？どうしてそんなことを。普通じゃないな。そう、家族を取り戻せると思ってる。早く止めないと。いや、いよいよ待てってなってるけど、あ、ついに抑制フィールドが破れたか。死者がやってきた。これ抑制フィールドが、くそ、やられた。大変だぞ。平気か。直ちに建物から避難してください。大丈夫か、ほんと。どっちに行く。こっちだ。ついてくる。急げ。本当に行っちゃダメだ。急げ。これあれか、死者に取り憑かれたらこれで死ぬってやつか。なんで死者ってそんなに悪いやつばっかりなんだ。いい死者もいないのか。ドーラとかヘレンみたいに。すげえすげえ。それくる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 待ってるけど、これ二人取り憑かれたらどうなるんだろうね。三人しかいないけど、フィールドを再起動することができるかもしれん。よし、明日のために行くってことね。まだ間に合うのな。ここでコール死ぬとかって落ちやめてよ。本当にコールだけは嫌や。ライアンをどっちでも行って。行っちゃダメだ。ここからブラジルにいる。くそ、ダメだ。フィールドが消えた。ダメだ。ブラジルにいる。全く効かない。さっきのカジン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 カザフスタン基地ってカザフスタンなんか乗っ取られてる。フィールドも効いてないぞ。こっちでやってるのかな。とりあえずなんかライアン止められるのは君だけだ。お前ホーキンスが行かれた。フィールドを消したんだ。すぐこの場所のどけってジジイ。お前が余計なことしてる間に殺したい。マグラス、でもインフラワールドの最低野郎の魂はいらない。ほら、そこを止めて。フレイト、私を今すぐここから連れ出せ。フレイトの捜査官、命令だぞ。断りしますいいね。今のは辞表だ。すっきりした。お前たちはここで死ぬんだ。多分ここで乗っ取られるんだ。みんなここで死ぬ。あー、行かれちゃった。行かれポンチになった。あー、すでに殺されている奴らがいる。これはフレイトではありません。これ見るだけか。すでに死んでる人たちもいるって。どうしたら。なんかできないか。ちょっと待って、どうしよう。こっちに行くってか。これで合ってる。全然ダメだ。コンデンサーの停止もフィールドの再起動も。そこまでボコボコにしたら。どうにもできない。手遅れになる前に逃げよう。逃げたとしても、まあ、その魂がいろいろと抜け出す。もう一つ方法がある。繰り返します。ただに建物から避難してください。姉さん、姉さん、そんな急げ、時間がない。姉さんがどうした。分かった、行く行く行く。ちょっと待って、姉さんがどうしたって。なんかすごい世界に行こうとしてるけど大丈夫か。ここに来て AR か。何してるの。ポータブルの抑制フィールドがコンデンサーにたどり着いて、自動で自爆システムを起動するまで身を守れる。避け目を閉じる最後の切り札だ。保証はないが、これしか残されていない。バカなことを言うな、コール。スケスケの後の始末は軍に任せればいいだろう。ジョーディ、コールと行く。それしかないよ。ここでコールルートとダイアンルートでコールを取った。ダイアンルートならかっこよくな。忍者かな。まあ、畑かかしだからね。かかしも釘に刺されて死ぬけどね。一回よみがえるけど。さあ、どうなるか。行こうか。二人ともすごいうつむいてんな。ブラックさんはドームの中央にある。誰も行ったことがないが、そこに何があるかはわからない。起動から爆発までどのくらい時間がある。システムは全てを遠隔操作できるよう設計された。爆発はそれこそ一瞬で起こる。片道切符だ。片道切符の島流し。どっかの銀行みたいやな。さあ、ここで一旦パートが。
ーなんか最近長いパート増えてきたね。区切りが ないというか、なんていうか。じゃあ行くか。走ります。うわー、うわうわうわ浮いてるね。まさかと思って、これ、ネイサイコンデンサーはあのドアの反対側にある。うようよいるぞ。まだ気づいてない。やるしかない。まったく。本当だろうな。そんだけ声響いてるけど。でなきゃインフラワールドで殺されることになる。ここでまさかのスニーキングミッション。銃関係ないよ。あ、なるほど。いない間に怖い。ジョディ、近づきすぎるなよ。了解でございます。めっちゃいる。行くぞ。うわちょっと待って、誰？なんかやられてる人が突っ込んでます。今のうち。あ、ちょ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 、違う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 、危ねえ危ねえ、大丈夫かな。いやいるね、めっちゃ威嚇してんな。それだったらこっちまで来たらいいのに。急ぎ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 、ここまで来たのにわからない。おお、めっちゃバレてそう。伏せて伏せて。ああ、近い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 。刺そう刺そう。うわあ、真っ黒クロスケだね。ほとんどしかなかった。よし、大丈夫。行った。このし、AT フィールドは一体何だったのか。じゃあ行きますか。お、走れ。おお、急な急なダッシュ。急な1111111。コール大丈夫？あ、コールやられた。コール、ジョディ、こっちに来るぞ。いや、コール、コール、ジョディ、やめろ。すげえすげえ、なんか1かなんかやるか。あ、やっぱりそうだ。コールは見せられない。コールはマジで見せられない。ダイヤの人は喜んで見せるけど。あ、閉めろ閉めろ閉まれ閉まれ。コール、まさか。いや、嫌な予感がちょっと当たったね。まさかコールがってなるよね。すまない、プリンセス。ちょっと待って。マジでなしで。俺は置いて。あかん。絶対あかん。マジで。無理。ダメだよ。コール。置いてなんかいけない。絶対置いてかれ。ジョディ、ブラックさんを探せ。ブラックさん。君にしかできない。ああ、そうだ。行こう、ジョディ。おいしいよ。待って、気絶だけにしてね。ポケモンセンターに行ったら回復するとか、そういうオチにしてよ。え、ちょっと待って。どこに、あ、ちょっとどこに当てたらいいの。あ、ここか。当たってる、これ。あ、当たってる。よし、これで回復して。オッケー。え、まさかと思うけど、とどめ刺した、これ。違うよね、気のせいだよね。とどめなんかしてない。エイデンはやるだけやった。あとは、あ、頭が浮いてるから。ちょっと、まだ生きてる。じゃあちょっと休憩しといて。帰ってきた時には全て解決してっから、任せておいて。いや、まさかコール、いや、ここでコールはちょっとそんなことならないと信じてる。コール、ここでね、さっきから宙ばっかり持ってこえてくる男はちょっと信用できないけど。イノセントワールド、違う、インフラワールド。終わらせよう。そうだね、これ終わらせたのに、もう関わらず CIA に追われてプロローグに繋がっていくの。なんかよくわからん世界になるよね。さあどうだ。サハラ砂漠に連れてかれた感じがするけど。砂漠級。砂漠総体操。進んでいくのか。なんか、面白いな。ライアンがお釜みたいになってるけど。ちゃんちゃんちゃんちゃこちゃこちゃこてんてん。なんか死者がめっちゃ歩いてる。
わあ、なんかいろんな死者が歩いてきてるね。やばいね、やばいね。真ん中聞こえたか。エイデンじゃない。何も聞いちゃダメ。うん、ただ進むの。連れてかれるからやばい。こいつらは。あ、ここでまさかのエイデンになるけど。そうだよ、魂さまよってるの。そう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 。ちょっと進めてないよ。周りを囲まれてるぞ。分かってる。いや、気にしちゃダメだ。もうとにかく突き進むしかない。近づいていったらいずれたどり着ける。OK。なんかどんどんなんか、近づけてるのか分かんないけどな。これまさか魂に触れたら終わっちゃうとかそういうオチじゃないよ。時間がなかった。また？愛し、赤ちゃん。私の赤ちゃん見かけなかった。お母さんや。いや。聞いちゃダメって言ってもろ聞いとるやん。あれ、ダイヤ？あれ、ダイヤ連れてかれた、まさか。ダイヤ！だから聞いちゃダメって言うと、ダイヤ人の話聞かないからね、本当。中か抱っこすることしか考えてない。ひと時ものやから。もう仕方ないよね。そんなことよりも早くクリアして、あの、コールを。え？エレン？ローラー！おー、ちょっと待って。見つけられないんだ。なんで銃持ってんの。呼んでも来てくれないんだ。それはだってあなた行かせてって言ってる。それは責めるよ。周りを見て姉さん。それはそうでしょう。さまよえる魂、あなたのように。死んだの、まさか。あなたがしたことのせいで永遠にさまようの。死んだ扱いになってんのか今姉さん。会いたいんだ、家族に会いたいんだよ。コルトガバム、いやいやいや、ちょっとめっちゃ決意決意。私はコンデンサーを破壊する。私を止めたいなら、私を殺すしかない。殺すの？どうする？自分、だって気づいたんでしょ。気づいたのに、まさか殺すなんてことしないよね。私は止められないぞ。うわっ、超マジかよ。もう一度私の家族に会うまで止めさせるものが。いや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 、無理しない。もう誰も同じ苦しみを味わうことはない。離れ離れになることはないんだ。ちょっと死者に。お、急に来た。あ、うわっ、まさかそうなるのか。え、しかも2発。あれ違うわ。相打ち、撃たれたけど撃ち返した。まさか。ライアン、汗が招いた。いや、いや、いや、ちょっとエイデン、これもどうにかできないの。後戻りできないのは分かってただろう。いや、そうなんだけどさ。ダメ、お願い。無理無理無理。死なないでね、死なないで。ここでまたさ、あの冬での終わりじゃない。先に行って待ってるとか言うの、こいつ。愛してる、ライアン。あ、急に。あ、自らしたのは初めてじゃないか。この中 AT フィールド張ったまんまだけど。ああ、結局姉さんがいろんなものを奪っていくんだもんな、本当に。いや、自分が奪ったことが、奪われたことがきっかけなのかもしれないけど。急がないとコールも助からなくなるよ。さあどうする。冷酷なようだけど進むしかないよ。ソニーコンピューターテイメント、やっていけばやっていくほど気が重くなっていく物語でございますね。わあ、ネイさんも言った。あ、魂になった。あの時のネイさん。会いたかった。ここで繋がったのか。ずっと会いたかったよ。エレン、でかっ。止められるのは君だけだ、ジョディ。頼む、私のために。愛する人と大恩人とプリンセスと呼んでくれるコールを失っても、この子生きていけるんだろうか。
信用できる人なんかいる？これエイデンの正体か？なわけないよね。近づける？いける？おっ！まさかここでまた来るのか。八川は自動でやってくれる。珍しいオスパターンや。急なスローモーションになるんじゃないの？やっぱりそうだよね。今回は分かりやすい。まだ前回のあの基地での戦いのやつすげえ分かりにくかったからな。やばい、上手。左、うなぎなのか穴の子なのかよく分かんないがどんどん飛んでくる。霊体を疑うよね。本当にこいつらこういう正体なの？ちょっと待って待って待って、それは聞いてない、それは聞いてない。E が難しいんだよね、ビヨンドとかね。今度は2、カバエとかね。あ、でもどん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 衣が剥がされてる気がする。大丈夫かこれ。向かえ向かえ、急げ。いいお尻。さあ果たしてたどり着けるか。ゴールはすぐそこ。失礼。いけるか。なんかあの煮えを抱く爆弾みたいな装備されたモンスターを生贄に捧げて召喚させたらなんかライフポイントが1。ちょっと待ってよ、セクハラです。エロい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 。なんかもうなんか違う世界。体に薬物を注射。あれお前死んでんじゃん。そうすれば君はこの先永遠に、あれ死んだろ。お母さんと同じようにやられたんだな。もう遅いじゃん。え、ちょっと待って、ママ、ママなんでそんなこと言うの。いや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 、ここでまさか姉さんとか引っ張ってこないよね。姉さん味方だよね。一番嫌なのはここにコールの魂が出てくることなんだよね。それはないことを信じたい。なんかこれ近すぎて遠いんだよね。え、ちょっと死んだ。あの男の子死んだの。めっちゃ剥がされていける。あの時の格好になってる。あれ、いつの間に脱いだの。あの男の子も魂になっちゃった。これまで出会ってきたキャラクターたちがいっぱい出てきてるけど、なんかまた来たね。シフトシフトシュ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 、次々来てる。あーあ、出た。あれ、こいつ死んでんの。あ、なんかまた、あ、見えた見えた見えた。さ、はい、今回のセクシーショットです。でもスパッツだね、違うんだよな。あれ、ちょっと待って、なんか目の前に見えてるあれは何。まっすぐしか進めないんだけど。いいか、お前の作り話もうたくさんだ。出た、クソパパ。この他に許さないぞ。あ、すごい。おー、ちょ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 、なんか目の前に、あれか、少女に戻ってる。子供を返して。ノーラ、少し落ち着くんだ。ノーラ、子供に合わせて。頑張れ平野。しもしも。息子に。おいおい、どうなってるんだこれは。双子が、兄の方がへその緒に絡まって、どうしようもなかった。急な息子登場。お兄ちゃんか弟か分かんないけど急に登場。エイデン、あ、はあ、双子。そういうこと。私の兄。お兄ちゃんだったのか。死産だった。それで、はあ、つながったわ、全部。なるほど。お兄ちゃんどっかいるのかな。これ操作する。あ、違うな。エイデン、成長したエイデンが急に出てくるの。びっくりするけど。ずっと一緒だったよね。顔は見えないよねこれね。だからそりゃ彼氏ができたらお兄ちゃんとしては嫉妬するよね。あ、パンツも履け。あなたのこと愛して憎んで邪険に扱ったけど、でもお兄さんって分かったらなんかこれまでのことが全部許せるよね。でも私の一部だった。そういうことか。
ボに関してはね、本当いろんな意味でちょっと関係性が深いんですよ、個人的にも。行っちゃうのかな、これ解決したら。やっぱりそうだ。なるほど、じゃあずっとそのエイデン自体がそのインフラワールドっていうかなったんだろうな、ずっと離れられなかった存在なんだね。それを解決することで自分の役目を果たして次に旅立つのかな。どこ、え、ちょっと待って、なんか炎のゴブレットの最後みたいになってるけど違うな。パイレーツオブカリビアンのなんか壁が迫ってくる。え、闇か光か。ブラックサンを見つけろっつってたからな、こっち行くしかないよ。生きて感じて誰かを愛して年を取る。まだやることがたくさんある。お母さん、お母さん、うん、あのホームレスの時に出てきたお母さんだよね。あ、名前忘れた、なんだったっけ。でこっちはなんだ、あ、どっちも覗けるのか、親切設計で。こっちはあの世、あ、別の世界、風になって星になり宇宙に。お母さんが待ってる。エイデンと愛した人たちと一緒になる。ライアン、どっちの世界を生きるかを決意しろってこと。うわーわわわわわわ、ちょっと待って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 、いやでもこの出来事を世に受け継ぐことで、なんで急にこんな片言になってるかわからないけど生きることを選択しよう。やっぱり亡くなった人たちっていうのは生きている人たちが語り継いで心の中に留めておくからこそ美しくある種生きていくことができると思うんだね。俺のじっちゃんとかそうだよ、本当に。どうやん。あ、戻れ。どうなる。で重かったのはちょっとデトロイトとかヘビーレインよりもきついかもしれないな。うわ、マジで命のこと考えさせられる作品だね。これがそのインフラワールドとか抑制フィールドを張ってたところに戻ってきたってこと。てか、あ、それ自体の部屋ってことか。なるほど。なんかこれあれだね、次元転移装置が置いてある場所みたいだね。ロサンゼルス2029年。エイデン、エイデンいる？違う、エイデンいなくなってんだね、これ多分ね。呼んでもいない。エイデン、エイデン。そうだね、エイデンこそが自分の役割を果たしてついにエイデン旅立っていった。エイデンってでもいつ名前つけたんだろうね、それ。もともとのエイデンとの出会いっていうか、その、まあまあ、エイデンとの出会いっていうのはお腹の中にいた頃から一緒なんだとは思うけど、どうやって名前知ってんだろうな。そのことを、その、もともと知らされてたとか、いつ？あ、ブラックさん終わった。あなたと同じ。あ、ブラックさんは停止した。ドーキンスを起こされた。ああ、怒らせた。なるほど、殺さなかったからか、あそこで。コールを治療した、そうだね。ライアンのプロ、あははー、みんな、ライアンのプロポーズを受け入れないケースの方が多かったんだ。で、ドーキンスを怒らせた結果、ライアンが死んだと。で、こちら側の世界、やっぱ生きることを選んだ人が多いんだね。あ、みんな CIA の金受け取ってんだ。意外と現金ですな。で、ブラックさんを停止したっていうのはあるけど、あれでもこちら側を選ばなかった場合は、ブラックさん停止しないんじゃない？いやちょっと待って、いろいろと語りたいっていうか、なんかあの深く考えたいなっていうか、考えさせるなっていうようなことがたくさんあったんですが、まあ、ちょっとねパートも長くなって、多分あのバツッと殴られたところで一旦区切ってるかと思うんだけど、これをパート2つくらいに分けて、あ、いやいいところまで進むことができましたね。はい、
ということで、本当に衝撃的なパートでございましたが、最後までお楽しみいただけたでしょうか。ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。